つも見てくれてるそこのあなた、チャンネル登録お済みですか？まだならぜひチャンネル登録を。よし、そんじゃねえ。やってきましたよ。緊張の瞬間がやってまいりました。G3 のから分取ってきたメーカーボット、G3 から分取ってきたグリップ、はい、あとセレクターレバー、これをつけた PSG1 のアンダーレシーバー、うん、をつけた、これを入れます、つけます、いきますよ。うまくいくことを願ってください。はい、せーの、よーごーいしょ、ごーい、おーた、よーし、いけ、ほっ、あ、入った、よっしゃー、きた、勢いの問題だったね。よーし、今日はインナーバレルが極端にずれてないことだけを祈りますね。今回インナーバレルとね、あのアウターバレルの間の隙間を埋めるような施策は何もしてないので、まあ元々から入ってるねサポーターが役に立っていることを祈るばかりでございます。はい。大丈夫かな。まあダメだったら中でね盛大に弾が跳ね返ってね、カラ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 っていうだけなんで、パチ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 みたいな。バレル内で弾が当たるみたいなね。やだなぁ。やだなぁ。それは勘弁してほしいなぁ。よーし、じゃあ、ここを閉めて、とりあえずこれで、ほぼほぼ完成ですかね。慎重に取り回さないとね。うん。よし。あー、やべえ、ぶつけた。あー。よーし、こんな感じっすね。はーい。ほんと長えな、これ。うん。まあ、なかなかね、うまく塗装できたと思いますよ。うん。4層被膜にしといたから、まあまあ、多少は大丈夫でしょう。まあ、けどさ、PSG1 なんてどっかぶつけてなんぼだからね、すぐ塗装剥がれると思うよ。よーし、じゃあ、ちょっと、この状態で、弾が撃ってるかだけをまずはね、ちょっと確認してきます。よし、じゃあ、弾入れようか。すごいね、15発って一瞬だね。よっしゃ、これを、こうやって、おー、入りましたよ。よし、じゃあ、あとはバッテリーをつなぎの、よっしゃ、じゃあ、ちょっとね、的に向かって撃ってきまーす。ああマジか、中でぶつかった。ダメだ。中でぶつかる。いやー、残念。いやー、これちょっとなんか考えないとダメだね。いや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 ー、とりあえずね、先端を外せば、まあ、弾出ると思うんだよね。いやー、なんかね、ちょっと残念。よし、ちょっとなんか考えます。はい、というわけで、これね、マイクのスイッチを入れ忘れてしまっていたので、ナレーションでね、カバーしていきたいと思います。はい、結局ね、バレルの先端に、アウターバレルの先端が、あの、穴がね、ちょっと小さすぎて、結局そこ当たって、弾がね、当たっていたので、結局、穴をね、ちょっと広げることで対応しておきました。はい。で、今ちょっと指さしてるところに、ちょっと僕がね、納得いかないと言った。はい。ここのね、別のね、カスタムパーツからね、流用してグリップエンドをね、つけることとしました。そしてね、ちゃんとこのボルトの部分ですね。はい。これもちゃんとチャーハンを引くことによって、ガシャコーンと、はい、開くようになりました。はい、素晴らしいよ。そして戻してもちゃんと、ボルトが閉まる。ところが、たまにね、ちょっとボルトが前閉できないことがあります。はい、ここはちょっと勘弁してください。すいません。そんな感じで、まあ、おおむねね、完成に近づいてきております。あとはもうこのね、まあ、スコープをね、つけて終了となります。はい、このスコープって一応タスコ社のマーク入ってると思うんですけど、これ本物なんですかね。じゃあ、あとはね、このマウントベース、外す必要のなかったマウントベースをね、はい、つけて、1を、終了となりますと。そして、この後ね、マイクが切れてることに気づきます。あ、やべ、音声が遅くなった。カビョーン。はい、ここから音声オンで。まあ、ナレーションが入ってると思うので。これさ、なんでこんなさ、不思議なマウント方式にしたんだろうね。うん。普通のさ、ここのスコープマウントでいいじゃんね。取り外し可能なやつ。なんか、こうやってやるとさ、なんかおもちゃ感がね、出るよね、やっぱね。
リアルじゃない。本物ってさ、多分こうじゃないよね、きっとね。ちょっと今ね、あの照明もね、つけるの忘れてました。なんだっけ、そう、今ちょっと立ちながらやってたんでね、あの銃がでかすぎて手が届かないんだよね。よいしょ、よし、いいとこまで来た。じゃあこれをニョニョニョっとレンチで止めまして、よし、 OK、 よっしゃー、来たー、 OK、 おー、来たぜー、完成、ほぼほぼ完成、よこいしょー。もうね、すでにフレームに収まりませんが、じゃあ次はこのグリップのところの、ね、加工をね、ちょっとしていこうと思います。よし、じゃあね、ここにね、グリップエンドにね、これをね、なんていうパーツかよくわかんないけど、これをね、ちょっとつける努力をしようと思います。はい。ただね、グリップね、これ結構短いんだよね、これね、ほら。まあ僕の手ちょっとちっちゃいので、多分自分の手をね、基準にしても、まあ、なんとか問題にはならんかなと。一応こうなる予定っすね。だから、大体ね、この辺にちょっとね、ちょこっとだけ穴開けて、それで無理やりね、なんだっけ、止めちゃおうかなと。相当無理やりです、これ。よし、じゃあ、これをね、自分の手を基準にして、よいしょ、この辺かな。こうだね。で、ここにね、基準点を受けまして、OK。ほら、もうこの辺だよ。だからね、ギューって掘り進むと、ここのグリップの下の蓋に当たっちゃうから、うん、あんまりね、掘れないんだよね。まあ、そんな変じゃないよね、これね。ない方がね、違和感感じるんだよね。よし、同じとこに開いた。よし、大丈夫そうです。じゃあ、ここにね、何でどう止めるか。いろいろね、ちょっと考えたんだけど、あんまり大きくないネジ系、うん。でね、止めればなんとかいけんじゃねえのかなと思っております。はい。これ理想だね。よし、これだ。あとは、これ突き抜けないかどうかか。あー、ちょうどいいや、これ。あー、しょしょしょ。反対側これでいいや。これでいこう。基準点を見つけて、よし、ちょっと、一発穴を開けまーすと。おー、危ねえ！貫通しちゃったよ、秒で。じゃあ、このままいけるってこと？よいしょ。あー、いけた、いけた、ちょうどいい。よしよしよし。OK、じゃあ、これと同じノリでね、反対側も。よーし、OK。じゃあ、あとは、ギュンギュンギュンとぶち込んで。おっしゃー、できた、固定完了。完成でございます。はい、うわ、当たる。ダメだ、当たる。いやー、あちこちぶつかりまくるね。大変だな。おっしゃい、こんな感じで、出来上がりでございます。いやー、いいでしょ、いいでしょ。よっしゃ、グリップエンドも完成したし、これなら PSG なんて呼んでもね、差し支えないでしょ。よし、OK です。はい、いかがでしたでしょうか。はい、今回ね、この PSG1、はい、東京マリンの PSG1 をね、なんと DSG ですよ。はい、DSG 化しちゃいました。はい、というわけでね、一応完成しております。はい、ちょっとね、カメラのね、画角に収まりきらんので、ちょっとね、ドリルでちょっと、ドリルを台座にして、ちょっと今立てて見せて、あんまりね、この PSG1 に首がやばいからこんな置き方良くないんだけど、はい。まあ、というわけで、まあ、こういうちょっと、見せ方で今回ね、お見せしようと思います。はい。一応ね、塗装もね、全体的にやり直したので、はい。こんな感じっすね。はい。ちょっとね、艶消し黒があったんですけど、若干ね、色合いがね、茶色の、艶消し黒しかなくて、まあ、ちょっとね、真っ黒ではございませんと。で、同じ塗料を使って、ここの横もね、塗ったので、
はい、まあこういう色合いになっております。はい、で一応ね、なんだっけ、密着ローンをベースにしたまあ4回重ね塗り、まあ4層被膜を貼っといたので、まあまあ、あそこそこのね、傷には耐えられるんじゃないのかなと思ってます。はい、で、グリップのとこはこんな感じですね。はい、なんだっけ、カスタムのね、前に朝日 M4 でもね、使ったこのグリップエンドをね、ちょっと取り付けてみました。まあ、横からね、ネジを突っ込んだだけなので、まあ、簡単にこうやって動いちゃいますけど、はい。まあ、そんな感じですね。パッと見た感じ。はい。はい。あとは、ここのね、ボルトのとこもね、ちゃんと開くようにしておきました。はい。それで引っ張ると、ボルトが開いて、ホップのね、調整ができますと。はい。まあ、そんな感じですね。で、ちゃんとボルトを戻すと、はい。たまにね、これちゃんと閉じません。ごめんなさい。なんかね、やっぱバネがね、中で引っかかっちゃうことがあるみたいで。はい。ごめんなさい。ここはちょっと勘弁してください。はい。まあ、ね、仕上がりとしては、まあまあな、出来になってるかなと思います。はい。まあ、ものすごくね、めちゃめちゃ時間をかけて、まあ、いろんなとこをね、いじってもいいんだけど、まあ、今回はやっぱりね、DSG。はい。そこがね、一番面白いところなんでね。ちょっとね、じゃあ早速、秒間何発、できるか、打てるかってとこと、まあ、初速をね、ちょっと測ってこようと思います。ちょっと向こうでやっていきます。よいしょ。よし。うわ、測るの大変これ。手が届かねえや。よいしょ。一発ちょっと打ってみました。初速が 83.1 ですね。はい、まあまあかなと。よし、じゃあ今度はね、秒間何発打ってるか試していきます。はい。まあ、39.1 だけど、うん、まあ秒間40と見てください。はい。というわけで、一応ね、秒間40で調整はしておきました。はい。まあ、ただ、まあどうかな。ピストンのね、耐久性が、まあ、どこまでね、いいかどうか、ちょっと僕もまだよくわかってないピストンなので、はい。あー、危ねえ怖えな、この置き方。あー、落としたら大変だよ。はい。まあ、そんな感じで、この PSG はね、仕上がっております。はい。はい。というわけで、今回ね、これをね、視聴者、ご覧いただいている方にプレゼントします。というわけで、抽選会をね、行いたいと思います。日付は、なんと、2021年、7月、あ、7月じゃねえ。なんで7月って出た。10月14日、はい、の、19時開催でございます。ふるってね、ご覧いただければ。まあ、ツイッターでね、ツイッターでの応募形式なので、まあ、別にね、生中継見ていただかなくても、DM、当選された方にはね、DM 差し上げますんで、はい、見ていただかなくても、まあ、見ないとね、当たらないという、まあ、そういうことはないので、はい、大丈夫です。はい。で、その他のプレゼントですね、はい、ジャンク福袋と、あと、チャンネルステッカー、まあ、私めのね、カスタムした銃に、まあ、貼ってる、このステッカーあるんですけど、これをね、3枚1組をね、5名様に、差し上げたいと思ってます。はい。このね、ステッカーめちゃめちゃいいステッカーなんですよ。凹凸あるとことか、あと布の上にも貼って、くっつくっていうね、めちゃめちゃね、ちょっとね、コストのかかったシールなんですよ。はい。だからね、鉄砲のね、このザラザラしたとことかも貼れるんですよ、これ。うん。なので、まあ、ぜひね、貼って、いただければなと思っております。はい。あとは、DSG カスタムキット。はい。ということで、まあ、DSG をね、まあ、自分も組んでみたいですけど、何のパーツ選んでいいかわかんないっていう人のために、パーツをね、一式とした、しかも、調整済みの、キットをね、一つ、用意しております。はい。なので、もうそのキットは、まあ、SIM 調整だけね、ご自分でやっていただければ、うん、まあ、あとはもう手軽にね、DSG が組めちゃうっていうね。一応バージョン2、バージョン3、どっちも対応なので、まあ、AK とか、M4 とか、うん、まあ、何でもね、対応しておりますので、ね、当たった方はぜひご活用いただければと思ってます。はい。で、もう一つ、ジャンク福袋。決まった。
あのね、ジャンク福袋は、ちょっとね、YouTube ショートの、動画で、ね、ちょっと、中身をね、お知らせしようと思ってます。はい。ごめんなさい。ほとんどゴミです。僕のね、過去の、ヤフオクジャンク福袋の動画を見ていただければね、わかると思うんですけど、僕捨てられねえぜな人なんで、いろんなね、こう、これいつか使えるぜってパーツをね、いっぱい詰め込んだ、なんか、とこがあって、その中のね、大多数を今回放出しようかなと思っておりますんで、ぜひね、ご活用いただける方がいたら、活用していただきたいと思っております。はい。というわけで、はい、じゃあ、10月14日、19時、会いましょう。またね。